プレッシャーをかける安井、縦につけます。ただ転倒した。安井ボールを持って右に出す古橋、スピードがある、シュートを打つか、かわしてシュートだ、ポスト。まだあります。サンベール、古橋、グラウンダーのボール、安井だ。素晴らしいゴールですね。プロ初ゴールはかつて憧れた白黒の縦縞のユニフォーム、安井、見事な先制ゴールを奪いました。ここタイミングずらしながら打ったんですけどもね、ポストに当たって、この後もね、ここ拾ったのサンペル選手ですよね。そうですね、ここの西選手のランニング効きましたね。なるほど、西選手がランニング後ろからかけることによって少し中村選手が左に寄ったスペースにここに出せるんですよね。非常にいいパスでしたし、安井選手をついてコース狙ってましたね。J1 初ゴール、見事な先制ゴールを決めた安井です。誰をターゲットにするか、ダンクレー、藤谷、豪家、さらに小川、こういった選手が入っています。ファーサイド、ねじ込みました。ダンクレーの同点ゴール。いやー、素晴らしい一撃ですね。白黒北からには負けられない。ヴィッセル神戸同点。このピンポイントキックですよね。これがあるんですよね。ダンクレー選手も非常に高かった。非常にゾーンとゾーンの間にこうね、顔出してうまくタイミング取りましたよね。そうですね、疲れなどを加味してなのか、コンディションなのか。さあ、ここは山口蛍が入ってくる。ループ浮かしてシュート決めた。技ありのゴールが決まりました。前半の15分、山口蛍が消えました。今シーズン4点目。神戸が先制しました。いや、佐野さん、ここはシンプルなね、攻撃でしたけど、サイドに振ったボール西から、吉田の頭越しへのボール、ピンポイントの素晴らしいタイムのパスに山口、キーパーターグラフ見て頭の上、2本のパスでここに結びつけましたけど。はい、やっぱ山口のこの判断ですね。落ち着いて投げなくて、前出てると、そうですね、前出てるのを確実に見てて、落ち着いて流し込みましたけど、戻してサンペール、合計動き出しましたが、その先、いいパスが通ります。西大イニエスタ、ボールをキープしてドーグラスだ。戻して山口蛍だ。2試合連続のゴール。この試合には執念と覚悟が必要なんです。そう話した山口蛍、先制ゴールを決めました。素晴らしい展開からのフィニッシュですね。イニエスタがここでぐっと持ち出して、こぼれ球、ドゥーゴラスが粘りましたね。このダイレクトのシュートもね、なかなかいいコースつきましたね。ポストに当たってますもんね。ディフェンスの寄せてきた脇を通ってるんですね。はい、難易度の高いシュートですね。横浜 F マリノス戦はスプリントの回数42回という驚異的な数字を残しました。サイドバック、森下、イニエスタ、前を向いている、折り返したシュートだ。なんというところを通したんだ、イニエスタ。神戸がまた一歩前に出ます。今シーズン初ゴールはスーパーゴール。ここのパスカットからですね。はい、ファーストタッチが良かったですよね。スペースへの持ち出しでちょっと入れ替わってしまって、ディフェンスの足に当たってコース変わりましたね。そうですね。その前にも右サイドからドリブルで入っていたシーンがあったんですけれども、このファーストタッチとドリブルにおいてはちょっとこうリズムが変わりますよね、イニエスタの持ち方というのは。確かにそうですね。一度浮き球、ドーグラスから古橋だ、シュート。フラッグは上がりませんでした。ガッツポーズの古橋、気持ちを込めた、そんなゴールを見せました。今のシーンです。いやもうね、イニエスタのボールが絶妙ですよね。ですね。ここでね、スペースでポンと簡単に入れたんですけども、うまくね、ドゥグラスと古橋が変わりましたね。内側、ニアに戻して依然として原はやはりセンターバックにいるようですが、ボールを奪ったイニエスタ、さらに古橋、前を向いている、シュートだー、ゴールネットを揺らしました。今シーズン最多得点の神戸、気持ちを込めたゲームは4得点を挙げました。ここのパスカットですね。そうですね。見事なゴールですね。イニエスタのいい守備からのフィニッシュですね。はい、素晴らしいです。しっかり踏み込んでますね。右開いている藤谷、どこを使うか。イニエスタへ、左酒井。中4人いる。ワンツーから酒井。折り返す、後ろから古橋、見事にイニエスタを起点に崩しました。イニエスタ、酒井、最後は古橋の仕上げ。いや、完璧に崩しましたね。今シーズン9ゴール目。ここ最後で酒井五徳選手のワンツーで抜け出して、ドーグラス選手がね、ニアに散ったことでマイナスのところ空いてきましたよね。まあ、そこにいいタイミングで古橋選手が入ってきて、シュートもしっかりとこう落ち着いてサイドで、ゴールのマウスにしっかりと流し込みましたよね。完璧に崩しましたね。まあ、札幌は、松までついてくるということで、本当にスペースがこうやって生まれやすいですから、そこをついたという得点と言っていいんじゃないでしょうかね。3人目の動きをもっと増やさないと相手への脅威にはならないという話を。イニエスタからのパス、古橋、振動がつく、よく残した。合計のゴールで2対0。最後、古橋と振動が競ってこぼれたところを合計が決めました。今シーズンの3ゴール目。青森山田高校出身の合計。ここからビルドアップのところで、セカンドボールをイニエスタ選手が、ボールを前向いて持てたことで、その瞬間でしょうね、古橋選手が走り出しましたし、そのサポートもしっかりとゴーケ選手、取れてましたし、シュートもしっかりと落ち着いて、コースを狙ったシュートでしたね。顔を上げた瞬間のこの古橋選手の走り出しというのが、まずポイントでしたね。でこぼれ球もしっかりとこうサポート入ったゴーケ選手が、ゴールマッチでしっかり蹴り込んだっていうのはね、ゴールでしたけども、攻撃に入った瞬間のこう全員の意思が共通理解のもとね、このゴールにも出されてましたね。クロスボール、ベルマーレン返したところをまた拾います。高峰のボール、今度はイニエスタ。古橋。古橋、さあ入った、古橋。2点目、これで3対0。さすがの中野も触りましたが、それでも古橋がゴールを決めました。2試合連続2得点。この一本のパス、札幌のディフェンスが全くこうリスクマネジメントできていない状況で、古橋選手もいいポジションを取ってましたよね。1対1になって、中野選手もしっかり決めきったんですけども、古橋選手落ち着いてね、ゴールマシに流し込んだっていうようなね、ゴールでしたね。札幌の時間帯が続いてましたし、この裏のスペースは、空いてくるのはね、古橋選手狙ってましたよね。決定的な3点目ですね。今シーズンも10得点に乗りました古橋です。右サイドも左サイドもできるプレーヤーです。木玉のパスから段差に抜けてきた藤本、これを取った小田が入れました。小田の J1 初ゴール、4対0になりました。アカデミー育ちの小田裕太郎、12試合目にして初めて J1 初ゴール、ようやく決めました。そうですね、これまで結構ねチャンスあったんですけどね、惜しいバーを叩くような、そういうものもあったんですが、ここは自慢のスピード、これを生かして振り切って、ゴールキーパー、中野選手も出てきてましたけど、そこもスピードでね、かわして、最後、ついて、決めきったようなシーンでしたね。札幌が前に出てきたところはね、もちろんありましたし、裏のスペースでは狙ってましたよね。相当強い口調で、カデンティ監督は言ってます。少しマテウス選手のポジショニングが違うという感じは言ってますね。サンペール出して古橋からドーグラス、イニエスタ、イニエスタ、素晴らしい、またもやスーパーゴール。前節8点中7得点絡んだイニエスタ、自らのゴールもありましたが、今日は先制ゴールを自らの右足で決めました。ですよね。非常に古橋選手、ドーグラス選手起点にこのワンツーからのシュート、ゴーケ選手からのボールもちょっとバウンド気味で非常に難しかったんですけども、タイミングを合わせながら、コースに狙ったシュートですよね。強さはないですけども。素晴らしいゴールですね。役者が決めました。今シーズンの2得点目。